はいよろしくお願いしますこんにちはお茶祐一です えと今日は、えー、僕の方からヒューマンインンイタラクションについいいいてて講義させたただきたいと思います、えー、とこのデータサイエンスの授業ではまあデータに基づく意思判断とかまあ統計的判断に基づく、えー、研究のやり方とかまあそういった話をきっとされるんでしょうけれど僕の専門はまあいろいろ例えばメディアアートとか、えー、とヒューマンインターフェースとかあのコンピューターグラフィックスとかいろいろありますけれども、まあ、人間が、えー、とコンピュータをと、えーとコミュニケーションを取る人間とコンピューターがインタラクションをするみたいな範囲を、まあ、なるべく大学 先生ににかりやすすいいいいように説明していきたいと思いますで僕がやってる研究室の研究自体はですねあのアプリケーション、えー、と例えばどういったものを見るのかとかどういった、えー、体験価値にするのかっていうようなアプリケーションのレイヤーから、えー、例えばハードウェアの設計ソフトウェアのデザイン、えー、アルゴリズムの改良まで、まあ、あ普通のあの研究室と違ってですねなるべく多い領域を、えー、カバーしながら、えー、とその中で、まあ、独自のアプリケーションを作っていったりとかあと今の社会課題にフィットするようなもの、えー 問題の解決を狙っていったりとかまあ、そういったことをやっていますまあ、広く言うと、えー、まあ、どういったアルゴリズムやどういったファブリケーションの機械やあとどういった新しいハードウェアを使ってどんな問題を解くのかということを定めながらですね、問題の解決を 考えていくとまあ、それで解決する問題っていうのは何かっていうと人間がコンピューターに触れる時もしくは人間がコンピューターを使う時により便利にもしくはより美しくもしくはより多,多様なものを作れたりとかですね、まあ、そういったような人間とコンピューターの可能性をより発展させるような、えー、計算機技術について研究しています。 でコンピューターとヒューマンインターフェースコンピューターに人間が、えー、出入力をするっていうことを考え始めたのが大体どのくらいかというとですね、まあ、皆さん、えー、と知ってるか知らないかわからないですけどもあ1963年これはあのアイバン・サザーランドっていう、えー、と当時 MIT の博士学生だった、えーえー、学生さん学生さんと言いつつその後もものすごく有名な先生になるので、えー、なって言ったらいいかな、まあ、博士学生の方がですね あのちょうどコンピューテ、えー、この TX2 っていうメインフレームのコンピューターにこのライトペンかな。 を使ってこういうような CADCAM って言われるようなコンピューターで人間が作るような創作活動やデザインっていうのをコンピューターを使って補助しようみたいな分野がまず立ち上がりまして、えー、とそれからはやたい55年か56年ぐらいか今の時代になると,、えー、とコンピューターを使って何かをサポートしたりとかコンピューターを使って何かの形を作ったりっていうのが、えー、当たり前のように行われるようになってきたわけです。で彼が、えー、とその後、えー、発明した面白いデバイス ですね、このヘッドマウントディスプレイバーチャルリアリティのためのヘッドマウントディスプレイみたいなものがありましてあのそういったような例えば人間がデータを見るときにどういう形でそのデータを見るかとか、えー、人間がデータを扱うときにどういう形でコンピューターに入力出力を考えるかっていうのが、まあ、この分野ではすごく重要なテーマになっていますつまり人間をほら見たりとか聞いたりとか触ったりしないとあのそのデータの形っていうのがなかなかわからなかったりとかあともしくは人間が、えー、データを入力するときにどういう形の道具を持ってるかっていうのはすごくす 重要なポイントででであるわけですでそこで、まあ、僕の研究室でやってることもしくは僕が研究でやってることを大きくまとめるとですね 人間が使うユーザーインターフェース機器例えばスマホとか、えー、オーディオスピーカーとかテレビとか VR ゴーグルとかロボットとかカメラに至るまで、まあ、いろんなデバイスがあるわけですねでそれをまあ人間に対して出入力を考える人間は光や音を聞いて例えば目で見て耳で聞いて反応したりとかですねもしくは手を使ってコンピューターに対して何かジェスチャーを送ったり、えー、タッチパネルの表面を触って入力したりとかいうことをするんですが例えば目で見る構造を出入力する耳で聞く聴覚的な構造の出入力をする触覚的な な、えー、触り心地やもしくはその、えー、位置の表示みたいなのを出力するみたいなことによってコンピューターの、えー、との情報のやり取りをしているわけですけども、まあ、それはあのまあ大きく分けて例えば光だとか音だとかあと電磁場だとか、えー、空気だとか、まあ、そういったような物理量を使って人間に対してこうコミュニケーションをとっているわけです。まあ、例えばこれは、えー「レビテーション・イン・フィジックス」っていう1981年のサイエンスに載った、えー、ブラント先生の論文ですけども、えー、とこれ何かというと,、えー、と人間が扱える物理 物理量遠隔の場所に扱える物理量っていうのはまあ大体限られていてですね、まあ、超能力があれば別ですけども例えば何、えー、か光ってるとすればそれは光によって物、えー、が届けられていたりとかですねでも何か鳴ってるとか何か物が押されてるとするとそれは、えー、音で押されてるのか風で押されてるのか、まあ、いろんな、えー、伝達力によって決まってくるわけですけども、まあ、それはある程度力が限定されるので、まあ、そういったものを人に対して最適化させる、まあ、最適化っていうのは人間の例えば感覚器に対して、えー、どういった情報をどのくらいの 力でもしくはどのくらいの量でどのくらいの強度で与えたらいいのかっていうことを考えるようなことをしますと。で、えー うちの研究室昔やってた、えー、とコンピューテーショナルフィールドインターフェースとか言ってますけど物ののを空中に浮かせてですねこれ音で形を作って物を浮かせてでそこで例えばそれに対してディスプレイを作ったりとか出入力を作ったりするような研究もしくはそれを 3D プリンターやレーザーカッターを使ったものをこう自由に動かしたりとかする研究をしてたんですけどもこういう研究をするときに何がポイントなのかというとこのデータがあってそのデータをどうやって計算するかということを考えてで計算したものをコンピューター用のインターフェースを使って 使ってて質入力してそれを最後体験価値に持ってった後またそこから取ったデータを使って何ができるか考えるみたいなことをこうやり取りしながらやっていますとあこれはこの汚いのはですね僕の博士時代の僕の机なんですけどもこんなことをやったりとか、まあ、してましたと。 で何が肝かっていうとこの物理現象が、えー、デ,デザインされたよううに起ここってるるかかどうかを、まあ、検証すすとですつまり今ドライアイスを使ってこう空中に出てる音場をこう可視化してるんですけども、まあ、コンピューターシミュレーションしたら左のような、えー、とポテンシャル分布、えー、音響放射圧の分布、まあ、かん平たく言えば、えー、と音,音の波を重ね合わせた、えー、の低在波の分布があんなふうにできてるはずなのでそれをこうやって可視化した時に可視化したものと実際にコンピューターシミュレーション シミュレーションしたものが、まあ、同じ形をしているのかっていうのをこうやって確かめながら見ていきます。で、まあ一見すると非常に例えばインターフェースとかディスプレイっていうのはの華やかな分野に見えるんですけども、まあ、やってることは非常に地味でですね。これは一昨年かな。えー、っと空中にプラズマで あの直接描画してですね3次元立体を作ろうっていうディスプレイを作っていたんですけども、まあ、これとかは一体どういうことを研究に、えー、まあ作品としてはですね、えー、と空間に直接光をかくっていうのは非常に、まあ、人類がやりたいことの一つなんで、まあ、それぞれ美しいなと思うわけなんですけどもただそれが持っているああ作品としてのメッセージ以外例えば研究やアカデミックとしてのメッセージって何かって言ったら、まあ、空気中にある、えー、と空気分子をどんだけ効率的に光らせてそれはどのくらいのエネルギーで、えー、とどのくらいの量の 光をを出すのかっていうようよなことと考えるとそうする時にはまあ、えー、とああいうような綺麗なビデオというわけではなく例えばじゃあそれはどのくらいのエネルギーを与えるとどのくらいの強度でそれが光ってですねどのくらいの強度で光るためにはどのくらいのエネルギーを入れないといけないかそのどんな材質だったらどういうプラズマが立つんだろうみたいなことをこう研究しながらどういうディスプレイ作れるのかなみたいなことを考えていくみたいなことをしますと。 つまり、ね、最終的な到達点は結構見たた目がファンシーだったりします例えばこれは、えー、うちの研究室でやってた、えー、と岩船さんという方が、えー、女の子がやってた研究の一つなんですけども美羽、えー、ちゃんがやってたのはですねこれはあのコーデットスケルトンっていって 3D プリンターでできた、えー、と構造体をこう変形させる研究で、まあ、何がポイントかっていうと、えー、バネみたいな構造って、ね、好きな方向に曲がっちゃうじゃないですかバネイメージください右とか左とか曲がるでしょ。であれがが一方向にしか曲がらなくて かつ特定の,の 3D の形と、まあ、あ合わさったような形状のものでアニメーションを作るという方研究をしたときにじゃあこういうような研究最終的な形を見ると、まあ、確かにウサギが動いたりとかフィギュアみたいなのが動いたりして非常にかわいいし作るプロセスも 3D プリンターとかを使ってですね非常にあの賢く作られているように見えるんですけどもまあ、まあ、こ,れこういうことを考える時もじゃあ例えばどっち向きの方向に曲がる時に、まあ、どういう力をかけたらあのどっちまで最大 に曲がるかっていう構造をですね、まあ、コンピューターの中で一度シミュレーションしてそのシミュレーションした通りに実際その素材が動くかっていうことを検証しながら、えー、研究を進めていくわけですとつまりまあ、一体何をこうやってるかっていうとまあ、それが物理的に形を持った時にじゃあどういったような 動きをするのかとかどういったような形を持つのかっていうのをコンピューターの中で計算してやってコンピューターの外で実際に確かめてやってまた確かめたものを考えた後とじゃあそれを中でやったらもう一回どんなシミュレーションを回せるんだろうっていうことを考えていくみたいなことをしていきますとまあなんでやってることは大きく分けて、まあ、これはちょっと絵で描いてしまったんですけどもあっと、まあ、目的の形がありますと例えばああいう C グラフだ C グラフって僕のやってる学会のコンピューターグラフィックスの学会のロゴなんですけども、まあ、どこのロゴかはさておきああいうような形を作りたい時

じゃあ例えばああいうような形を作るような、えー、位相それを位相で表現したらどうなるかといったらこの右側の,あのホログラフパターンみたいなもので表現されてるんですけどじゃあそれを今度えっ、ー、とさらに右の、えー、とディスプレイ機器で表示するにはどうしたらいいかとか例えば 3D プリンターで作るにはどうしたらいいかみたいなことを考えてですねその間にあるこのデータの変換過程をじゃあ例えば、えー、ニューラルネットワークで特にはどうしたらいいんだろうとかじゃあ例えば古典的な最適化手法で特にはどうしたらいいんだろうみたいなことを考えていくつまりデータと。 データの変換をどうやってやるかってことと作ったデータをじゃあフィジカルに、えー、物理的なインターフェースで表示するにはどうしたらいいかってことを考えながらじゃあそれを使って最終的にどんなユーザーの問題を解いたらいいかってことを考えていくっていうようなまあ、仕事でございますで、まあそれはどういうことかっていうと、まあ、例えばですねこれは一昨年かなやってた研究で 今までの超指向性スピーカーってやつだとですね、まあ、空間のああいうビーム状がどこでも聞こえると、A。前に立ってるのが A さん、後ろに立ってるのが B さんだとしたら、A さんと B さんに別々な音、もしくは A さんだけに音を届けたいとしたときに、じゃあ下の図みたいにですね、A さんの前だけにより強い音が鳴るようなスピーカーって作れないのって考えたときに、まあそれはなんか作れるんじゃないかと。じゃあそどういう意味かっていうと、えー、超音波を変調させてビームを出すっていう研究は昔からあって、じゃあ超音波をこう、えー、と、出してですね、それが超音波 音音波のの圧違いをじゃあそれを使って出すんだったらじゃあ超音波の側を空間でどういう分布にするかっていうのをあらかじめ計算で作ってやってじゃあそれを使うと、まあ、例えばこうやってスピーカーをたくさん使ってですねあのたくさんのスピーカーが一個一個違うように動いた時にあの赤いところでより強めは音が出るようにこうスピーカーを制御してやるとそうするとその位置っていうのはコンピューターのプログラムを変えるとですねこうデータに引き寄せられて変わってきますから。 その中で、まあ、対象の目的の位置だけで音が聞こえるようなインターフェースでどうやってつくんだろうみたいなことを研究しています。 つまりり、まあ、ざっくり言うとですね、さっき言ってた人間に対しての情報の出入力っていうことを考えた時にじゃあ対象の人に与えるための、えー、音なのか光なのかもしくは手で触れる形なのかっていうのを、まあ、データに合わせて最適な形を提供したりとか最適な位相差を計算をしたりしながら、えー、どうやって人に表示するのかってことを研究したりとかしています。もっとデータっぽい話をしましょうか。じゃあ例えばうちの研究室さっきみたいに物を作ったりとか。 ええと、色とか光を見たりとかそういうことをまあ、やってるんですけども、そのうちで人間が物を作ったり、見たりする時に、えー、ファッションっていうのはすごい。大きな要素だと思います。例えば僕だって。今日こういうなんか服着てるんですけど、この服は幼児やモードっていうブランドの服でえー、幼児はもっと大好きなんですが、まあなんかそんなことを考えてた時にそっか。 パリコレとかでデザイナーはデザインにスケッチを描いてその後パターンナーがパターンを作ってあ、まあ、左ですねパターンナーがパターンを作ってその後服クロースメイキング服を着てファッションショーをするとじゃあファッションショーのデータ自体はなんかいっぱいありますよね例えばその時期になってくるとあの Twitter や Facebook やまあ,あらゆるえソーシャルネットワークサービスにえいろんなえ画像が上げられてるわけですでそれをじゃあ,コ,あのコンピューターの中にこうぶち込んでですねで画像生成をしてやった画像を使ってじゃあその画像を を、えー 実際にこうパターンを作る人に見せたらどんな服作るんだろうかとか気になるじゃないですか。でじゃあ,あの実際収集した画像を使ってこうデザインスケッチみたいなものを作れるかって,ってまあ意外と作れると。でこのデザインスケッチを意外といい線いっててですねあの実際に左でファッションショーされたやつのイメージを持ってる人とかあとなんかこのブランドコールドを知ってる人にとってはこのイメージを見せられると大体服作れるんですよね。でこう服作ってみると、まあ、実際、えー、とどれが、えー、人が人デザインした 服でどれが他のブランドの服でどれが今我々が作った服なのかってこれなかなか区別つかないとこれはな、ま、かなか素人には分かりにくいんですけどもこれあのちゃんとデザイナーにこう見せるとですね意外とあなんかこれちゃんと形掴んでるねとかいうことになって。で まあ3番が確か一番、えーえー、デザイナーの人があもしくは、えー、とこのブランドのことをよく知ってる人がですね一番このブランドっぽいって選んだ服なんですけど3番はあのうちの、えー、っとシステムで作ったデザインスケッチをもとに、えー、作られた服で,でこういうのをですね人間とコンピューターの間のループをこう回していきながらじゃあ人間に上手やってデザインしやすいスケッチを与えるにはどうしたらいいかとかじゃあまたまた今までに蓄積されたスケッチを使って。 でじゃあどうやって絵を描いていくのかみたいなことも、まあ、データを作りながら人間への情報の出入力を考えるという意味では非常に近しい分野なのかなと思っています。でまあ、そそうういったような例えばじゃあ物理的にそれを 考えるっていった時には例えばディスプレイの問題になったりとかさっき言ってたような例えばスピーカーの問題になったりとか人間の感覚器に対してより直接的に情報を届けるまあこういった場合は例えばソフトウェアだとかハードウェアを実際作ることになりますけれども例えばこれはあの3次元の、えー、とホログラムを計算してあってですねそれを目に対してあのピントが変わるように、えー、と立体的な映像を出すっていうような、えー、網膜投影の研究なんですけどもそういったようなものは例えば人間に与えるための例えば 3、えー、次元データを与えるデータっていうのはどうやって作るんだろうっていうのを計算するっていうのは非常に、まあ、重要な、えーパターンえー、場所を占めているわけです。はたまたもっと,、えー、とユーザーの側に、えー、と変わった研究としてはこれはうちの、えー、学生さんがやってた研究ですけども、えー、例えばあのカスタネットを叩くく時にあの人間がカスタネットを叩くのをスコアで覚えるのは大変なんで、まあ、スコアもデータですからそれを筋肉を刺激するデータに一度変換してやってですね筋肉を先に刺激されてリズムを覚えれば あのリズムをですねあの頭で考えて覚えるよりも早く人間が習得できるんじゃないかっていうのはこの研究をしていたことがあります。今矢印出てるところにこう筋肉に電気パッドがあって最初筋肉に電気をかけたことを覚えるとこうちょっと変わったリズムでもですね最初腕が動いたあと覚えることができるっていうようなことをしていたりとかします。で、まあ、そういったような研究スタイルの中で僕は何に興味があるかっていうと、まあ、そういうようなコンピューターを使ったような破面 えとコンピューターを使って計算されるような物理量とあとこういう素材、えー、3D プリンターとか、えー、とファブリケーションを使ってできるようになった新しい素材とあとまあ人間とか動物みたいな、えー、とい今まで感覚器を持っててあ体が動くような、えー、生物がですね、えー、持っている特徴っていうのは相互ににに変換し得るだろうかってことこ非常に興味がありますつまり例えば波を入力にしたらじゃあそれは波面を計算して物理的な形を作ってそれは人間の構造だったと とかあの生物の構造を模倣するような構造を生み出すのかとかそういったような物理現象と,、えー、っとハードウェアの持ってる形とソフトウェアの持ってる形っていうのは、まあ、相互に変換しうるかってことが僕の、えー、興味の一つで,でそのために例えば計算機を使ってですねあの位相差や、えー、デ,ータデータで記述されるような、えー、分布をこう計算したりとか。 またはたまた、えー、とそれを、えー、ハードウェアの形に落とし込んで例えばじゃあ,あ音響レンズを作ってみたりとか例えばメカニカルにさっきみたいに気候的に変形するような素材を考えてみたりとかまあ、そんなことをしています。なんで、まあ、やってることは極めてシンプルで例えばこれは、えー、昔作ってた、えーとはえー、とシャボン膜とか薄い膜あるじゃないですか薄い膜の表面を高速で振動させると光り方が変わるんですけどもなんかそれをこうやるディスプレイとかは作ってたことがあるんですが そういうのを考えるときにじゃあ表面はどうなってるんだっていうのをまず、えー、と仮説を立ててですね数式でモデリングしますと例えばああやって表面張力がかかっている膜にかかる膜、えー、波っていうのはこうキャピラリー波とかいうんですけどもこのキャピラリー波はじゃあどういう波長でどういう周波数で揺らしてるとどのくらいの波が起こってるんだろうっていうのをこう、まあ、数式的にモデリングしますとで実際モデリングしたとどうするかっていうと例えばそれが高速カメラで見た時にどういう分布をしてるのかっていうのをこう見ながらですねで左だと 周波数全体の周波数を変えてた時に、まあ、人間の目ぐらいのスピードで見たらこうキラキラ度がこう変わると。 で逆に言うと右で見た時はそれを 400Hz のカメラで見ると、まあ、表面とていうのはあの常に光ってるわけじゃなくてこう高速に光ってる状態を繰り返してるとでこの繰り返してる状態の時間をどのくらいに制御してやると表面がどうキラキラするのかみたいなことを考えたりとかですね要は人間に見せたい情報の形を考えるのにじゃあ何 Hz でどう振動するかとかモデルを立ててどうやった振動形式を作ればいいのかみたいなことを考えていくと。 なんでデータで基づく予測を立てた後物理現象に一回落とし込んでそれを高速カメラとか人間よりもあの広い範囲もしくは速い範囲を取れるセンサーを使ってそれを観察しながら解いていくみたいなことを普段していますと。でまあいくつかアプリケーション例えばまあ、これは今グラフィックスの話をしてたんですけども全然違うアプリケーションとしてあの今僕はあの人間の例えば目で見ることとか耳で聞くことっていうのをどうやってコンピューターの力を使ってサポート するかってことこを、まあ、研究テーマに、えー、一つのアプリケーションととしてて、えー、ずっとやっやますとで、まあ、そういったものを考えるのも例えば人間に対するインターフェースをいやインタラクションを考えるのに非常に近いかなと思ってますでこれクロスダイバーシティというプロジェクトでやってるんですけども、まあ、人や環境の違いをですねあの、まあ、AI とかです、ね、ロボットとかを使って、えー、とどうやってか、えー、解決していくのかということを考えるとでそうしたときに、まあ、我々が重要視しているのはそういうような、まあ、個別の課題ではなくて現場共通の課題を解決するために IoT デバイスインターネットにつながったようなデバイスっていうのはすごく価格が安くなってかつ大規模にデータが取れるようになってますからそれを使って目が見えない方や耳が聞こえない方もしくは、えー、と体の不自由な方をサポートするにはどうしたらいいかということを考えながら、えー、やってるプロジェクトをやっています。で例えばですね えとまあ、こういう時にデータってどうやって使われるのっていうと例えばあの車いすを自動で動かしたいって言った時にいろいろ動かし方ありますと,、えー、と全あの周囲の様子をレーザーで撮ってもいいし全天球カメラで撮ってもいいしまたまたじゃあそのデータをですね、えー、と遠くに送って遠隔操作をしてもいいしたたまたそういう時の操作補助として人間を検出するようなアプリケーションがあってもいいしそれを使って追従上報をこうしたりしてもいいと。でこういうようなものだけ見てるとこうプログラムだけ書くのって話になるんですがじゃあ実際に それを介護施設とかで使おうとか言ったときにじゃあ例えば、それは手で動かしたときにあの滑らかに動かせるものをヘッドマウントディスプレイで操作するのか例えばじゃあ、スマホで操作するのかワイヤレスのコントローラーを使って操作するのかっていうのを考えたとき、まあ、下を見るとこうグラフがいくつかあると思うんですけどもこうグラフを見てみるとですね、手で動かすグラフっていうのはこうスムーズに動いてますが。 あの手で動かすグラフ以外も意外と例えばスマホでやるやつはこうガタガタになっちゃう。でこれあのリモコンで隣に立って動かすやつ意外と滑らかと。でこれを例えばヘッドマウントディスプレイで動かすやつも結構滑らかと。で上3つはまあ大体使えるけどじゃあどれがいいかなっていうのをこうあのデータを収集してですね。でそれでこうあのどういった動きをするのにどういったインターフェースが最適なのかっていうのを考えていくみたいなことをしたりとかしています。例えば これはそのクレストンプロジェクトの中で、えー、とソニー CSL の遠藤さんとあと作家の乙武さんと協力してですね、まあ、やってるプロジェクトの一つですがこれは 3D プリンターで作られた、えー、とロボット義足で,でそれを使ってこう あの人にですあ、まあ、これは音竹さん作家の音竹さんなんですが音竹さんにこうつけてですね、えー、とそれで歩行をしようっていうようなプロジェクトですがこういった時にじゃあ膝関節とかをどうやって動かしていくのっていうのは、まあ、一個大きなテーマで,で例えばそれをやっていくのにですねあの、まあ、歩く時の、えー、と足の動きっていうのをこう周期的にとっていってそれを膝つぐってこの膝のところのロボットにまあ返すとか、まあ、そういったことを考えたりとかですねあとは例えばあとさっきみたいにあの遠くのカメラとか 遠くのウェアラブル機器とかを通信するっていうときには、それをじゃあ。ユーザーで供給する、えー、共有するような、まあ、データの扱い方みたいなのも考えたりしますと。つまり、人間と、いう、人間の持ってるユーザーインターフェースを考えたときに、まあ、それをデータに基づいて。物理的な、もしくは人間に対する出入力として与えていくっていうのは、まあ、広がりがある分野でして。で、ここを、まあ、どうやって、どういう形にデザインしていくのかとか。どういう形で問題を解決していくのかっていうのが、こういったようなヒューマン。 インンクションの分野に欠かせないエッセンスであるわけですでこうやって、まあ、ものづくりをこう解いていくっていうことをしていくとですね、まあ、今までのまあ工程であると例えば人間が問題を見つけてもしくは人間のデザイナーが問題を考えてでマスプロダクションに乗ってマーケットに出るっていうのがまあ今までのやり方だったと思いますが、えー、我々が今取り組んでることはですねこうデータを集めてきたデータを使ってじゃあ問題は えー、ソリューションは機械が考えると、まあ、機械が考えるっていってもあのそんなに高度なことが考えられるわけじゃないのでじゃあロボットがどんだけ動いたらいいかとか。 例えば 3D プリンターで作られる形状はどんなものなのかとかあと例えばじゃあファッションをするときにその型紙はどういうものなのかというのを、まあ、ユーザー自身が集めたデータからねそれが提案できるようなシステムがあるとものづくる作る方法は例えば 3D プリンターやレーザーカッターやデジタルファブリケーションツールやあとばあたまたまあ安くなった例えばロボットの関節になったりとかまあ、そういったものを使ってですねそれがわりかし楽に使えるようになっていると。 そのうちデータサイエンスのパートっていうのはどこかっていうとそういうようなじゃ解決策をじゃあコンピューターを使ってじゃ入出力の関係性を記述したりとか、えー、とコンピューターに対して入力の形出力の形を、えー、自動で、えー、生成するようなパートだったりとかそういうものが、まあ、キーになってくると思います。でその中で、まあ、最近、えー、とこれは富士通の本田さんと,、えーとまあ、クレストのプロジェクトの中でやってたプロジェクトですがえっ、ー、と 実際にこう音がした時にそれを振動で表現するようなデバイスっていうのがあった時じゃあそれを使ってどうやってやっていくか どうやって人をサポートするかっていうところにも非常にデータサイエンスっぽいことがありますどういう意味かというとあの皆さん眼鏡の例えばつるが曲がってきた時って自分で眼鏡ネのネジを締めたりとかするじゃないですかでも眼鏡ネのネジを締めるのは物理的に自分でできるけれども例えば機械学習で動くような認識機があった時にその認識機自体を、えー、自分で 制御して動かすのっていうのはまあ今の我々の周りの IO 的機器だと難しいわけです。でそういった時にじゃあ、えー、とある声ある特定の音を聞いた時じゃあ動くような、えー、と触覚デバイスみたいなものがあった時じゃあそれをどうやって、えー、と動かすのかっていうのはすごく課題ですと。 でこれは今あの東京大学の菅野さんが、えー、菅野先生がこう講演されてますけどもこれは菅野先生と本田さんとやってたワークショップで,でこのクレストの中では、えー、とこういったようなユーザーが持つ課題解決を自分でするっていうことをじゃあ機械学習を使ってどうやってサポートするかでその機械学習をユーザーがデータを集めてデータを入れてそれで何かを覚えさせるっていうことを、えー、とどうやって、えー、デザインしていくかそのためのユーザーインターフェースをどうやって作るかっていうことを考えると。これはユーザーーーザインターフェース 2段階になっててユーザーインターフェース自体はこう振動したりとか音を聞いたりとか動くものなんですけどもそのユーザーインターフェース自体に入っているデータのものもしくは機械学習のものをどうやってユーザーインターフェースを定義するかってことが重要なパートになっておりますとでこんなことをまあずっとやっているようなことを今まで研究しています。 でまあざっくり今みたいに例えば視覚とか聴覚の障害から体の運動からあと視聴覚の情報提示まで考えると、まあ、人間とコンピューターの違いってじゃあ何なのっていうとですね例えば人間が五感でこう入力を持っててで出力はまあ大体筋肉で行ってるとでプロセッサーは脳みそで,でコミュニケーションを喋ったりとかとメディアを使って行っている時に機械側はセンサーを使って入力にするかでアクチュエーターがディスプレイを使って出力にしてで CPU とか GPU を使って計算してで電信系を使ってコミュニケーション するとでこういった工程がある時にじゃあこれを、えー、人間の五感を補うのに使うのにはじゃあ例えばセンサーはどうやって配置するんだろうとかディスプレイはどうやって配置するんだろうってでその連結されたディスプレイとセンサーと CPU と電信系をですねコンピューターの中にプログラムを書いてそのプログラムによってどうやって最適に人に情報を届けるのかとか、まあ、それがエンターテインメントであれば例えば、えー、空間に、えー、新しい演出体験だとか。 新しい見た目みたいなのを作ることでよりワクワクするようなものを作るってことも重要ですし例えばそれがもっと福祉だとかあとバリアフリーだとかダイバーシティを補う用途で使うとするならば何かの感覚がなくても他の感覚で補えるから日常生活に不便を感じないとか、まあ、そういったことにするためにじゃあどうやったらコンピューターを使って人間の感覚もしくは人間の出力をより広げていけるのかっていうのが、まあ、課題であると思っています。といいうわけでく、まあ、くつか、まあ、多くの 僕のの研究室の事例を扱いながらですね、まあ、それデータを使ってどうやって入出力を考えてその入出力に対してどういう最適化をしたりとかどういった課題があってじゃあそれを どうううデザインしししててて問題をを解決いいいいくのかみたたたたななな話をさせていただきまそっよ個別な研究例えばじゃあアルゴリズムを何十年みたいにやられてる方ももちろんこの業界にはいられますし、えー、と何かを制御するためにソフトをやられてたりとかハードをやられてる方もいますけれども僕はよりこのアプリケーションだったりとか目的に特化してじゃ目的を解くためにどうやって何を使ってどう解くのでその間で例えばハードに新規性が出てくるのかとかソフトに新規性が出てくるのかとか 例えばローリズムに新規性が出てくるのかみたいなことを考えながらですね、まあ、割とざっくばらんな研究をしています、まあ、そういったことの中で、まあ、目指すべきところ例えばじゃあそれが少子高齢化の対策になるのかとかそれがよりあ人間が情報とコミュニケーションしやすい世界を作るのかとか、まあ、僕の知的な興味としてはじゃあ例えば対象の、えー、波動の広がりがあったときにそれをソフトで記述するの動物で記述するのハードウェアで記述するのみたいなことを互いに変換するような知能はあるのかみたいなことに非常に興味がありますで最後おさらいで がそうういったような情報出力入力のためのインターフェースインタラクションっていうものを考える時、えーまあ、目の前に表示されるものっていうのはあくまで物理現象を相手にするわけですがその物理現象の裏側にはおそらくデータがあってそのデータがどういったルールで、えー、それを形を作ったりとか行動を作ったりっていうのを考えるのは非常に大切です。でそういうフローを考える時にまあデータから計算計算からインターフェースインターフェースからこう体験になって体験からまたもう一回データを吸い出してその形を最適化させていくみたいなことを研究の中ではなん 何度も何度もループを回しながらですね、まああだこうだ放題言いながらこう問題を解いていくっていうのが、まあ、やり方だと思っています。というわけで、えー、拙た、えーえー、ない授業でございましたがヒューマンインタラクションの、えーえー、研究のご紹介でありましたありがとうございました。